今後もあの時計のことに関してもなんか広めたいなと思って、なんか男のロマンスから時計、いやもちろん女性もそうですけど、女性にこれ言いたいですわ。カルティエとかいろいろあるでしょ、アンティーク の高級ブランドの時計、現行品よりもだいぶ安いものありますし、安いですけど昔のデザインの方が、正直大きな声で言えないですけど、昔のデザインの方が可愛いですから。これ実は穴場です、アンティーク時計店っていうのは。ぜひ行ってみてください。ちょこちょこ調べてありますので、行って、アンティークの昔のカルティエとかむちゃくちゃ可愛いんですよ。今のデザインってよりシンプルとかになってしまって、昔のってもっと可愛らしい感じの小ぶりなサイズのやつもありますし、それつけてるとすごいセンスよく思われますので、そういった時計の選び方もおすすめしたいと思います。これはなかなか宮迫さんならではの情報ですね。そうですね、でアンティーク時計って言ってももちろん、すごく昔に作られたものなんですけども、時計って実はこんな超複雑機構とかっていうのはまたあれですけど、でもそういうものもほぼほぼ中身って、時計の中身ってそんなに進化してないんです、変わってないんです。ほうほう。なので現行品とそんな変わらないです、中身を。なので時計としても優秀ですから、アンティーク時計というのも女性の方におすすめです。はい、現行品より安く買えると思いますので、はい、いろいろと僕時計は付け替えてますので、時計好きの方もちょこちょこ見といてください。はい、ファッションに合わせていろいろ付け替えておりますので、